交通事故を減らすため県が行っているプロジェクトのアンバサダーにサガントス、久光スプリングス、佐賀バルーナーズの選手らが就任しました。佐賀県は7年前まで県民10万人あたりの人身事故発生件数が全国でワースト1位だったことから、佐賀ブループロジェクトと題して交差点を青色で四角に塗るなど県民に注意喚起をしています。様々な活動を通じて佐賀県の交通安全に貢献できるよう頑張ります。よろしくお願いします。今日はプロジェクトのアンバサダーに選ばれたサガントスの高橋よしきさん、久光スプリングスの新鍋梨沙さん、佐賀バルーナーズの隅田大輝選手が県庁を訪れ意気込みを語りました。少しでも、もちろん一人ではこうできる問題でもないので、本当にこう日頃から安全を守っている地域の方々と一緒に連携してやっていきたいなと思います。本当に県民の一人一人の方々の意識というのはすごく大事だと思いますし、譲り合いの精神で、もちろんバスケットボールでは譲り合いというのはないんですけど、普段の生活では譲り合いを持って、生活していきたいなと思います。今後は各チームのホームゲームや地域行事への参加、SNS での情報発信を行い、県民に交通安全を呼びかけていくということです。